どうも、南光一です。このチャンネルではサッカーの解説をお送りしています。ロスサポーターの皆さん、おめでとうございます。やりましたね、第24節アウェー千葉戦、ロアッソ熊本はですね、2対0というね、見事な勝利を抑えました。今日はですね、この試合をたっぷりと振り返りつつ、最後にですね、しばらくこれから中断期間が入りますので、8月以降のね、展望あたりもね、少しお話していきたいと思いますので、最後までよろしくお付き合いください。では早速ですね、熊本の先発メンバーです。ゴールキーパー田代、そしてディフェンスは右から大西、江崎、岩下、アンカーに上村、右大本、左豊田、このあたりは前節と同じですね。そして真ん中にですね、伊藤、トップ下に伊藤を持ってきまして、真ん中センターフォワード石川、この組み合わせ非常にね、私大好きなんですね。この2人がここに入ると一番いいプレーができると思っています。左小長谷、そして右にはですね、加入したてのね、まだちょっとこの、選手のね、選手用の声をね、ちょっと用意できてないんですけども、48番、富山選手、富山翔士選手、彼がですね、新加入、彼が先発をしてくれました。富山選手のプレー良かったですね、非常に、彼のいいところが出てて良かったと思います。後ほどね、またそのあたりも話していきます。さて、対するですね、千葉ですけども、4-2-3-1 を予想してましたが、4-4-2 ツートップにしてきましたね。でツートップの一角には、注目選手が挙げてた小森選手、背番号10と、ダブルボランチの一角には背番号4の田口選手というね、まあ、注目選手は先発をしているというメンバーでした。この試合の、ね、ポイントの一つとしてですね、クロスの守備というのを挙げてたんですけども、前半7分いきなりですね、このクロスの守備を必要とする場面が出てきます。千葉の右サイドですね、7番田中選手がですね、素晴らしいクロスを上げまして、センターフォワードとしてツートップの一角として起用された林選手がヘディングシュートに行くんですけども、ここはですね、江崎選手でしたかね、しっかりですね、いいポジショニングを取って最後まで突き切っていたので、このヘディングシュートはゴールに結びつきません。こういうですね、守備が立ち上がりからしっかりできたということがね、今回の勝因の一つでしたね。ご素晴らしい立ち上がりの守備でしたね。この後お互いですね、シュートチャンスを作りますけども、前半得点することができずに0対0で終了します。前半終わった時点でのですね、スタッツを見ますと、ロアッソ熊本がポゼッション 54% に対して、55% ですね、と千葉が 45%、シュートもロアッソが8本に対して千葉6本、枠内シュートもロアッソ6本、千葉2本ということで、まあ、ロアッソの、ね、ペースで進んだ前半と言えると思います。そしてその通り、後半のですね、10分にですね、ロアッソがですね、素晴らしい攻撃からね、先制点を奪います。どういった攻撃かと言いますと、大西選手からですね、左が入ってきた豊田選手にパスが渡りまして、これを小長谷選手にパス、小長谷選手がドリブルでちょっと持ち込んで切り返して、右足インスイングのね、ボールで、こういうボールなんですけどね、クロスを供給して、そこに石川選手が飛び出して、見事なヘディングシュートでした。これで先制ゴールを奪います。このシュートもですね、入ったポイントは石川選手の動き出しとポジション取りですね。2人の方はディフェンダーがいたんですけども、うまく動き出して、この2人の間にスッと抜け出してフリーになったんですね。で、これをしっかり相手の選手の前で捉えて、見事なヘディングシュートということで、ね、一瞬ね、オフサイドかっていう空気もなったんですけど、オフサイドじゃなかったですね。動き出しのタイミングは絶妙でした。この蹴る直前に オンサイドからスッと動き出して、最後はもう完全にオフサイドポジションに入ったというね、素晴らしい得点でしたね。さらにですね、攻撃の手を緩めません。後半28分にはですね、2人のメンバーチェンジを行いました。ベテランの伊藤選手アウトして、ここには若手の熊代選手ですね。2人の年齢差ちょうど20歳ですね。36歳と16歳ですからね。そしてさらに、小長谷選手に変えて松岡選手。松岡選手もね、このフォーメーションになるとすごく生きる選手なんですね。この2人を投入して、さらに攻撃の手を決めず攻めていきます。そして後半29分でしたね、奪ったフリーキック、この辺りでしたかね、フリーキックのキッカーに立ったのは豊田選手と上村選手ですね。豊田選手がこうフェイクで抜けて、上村選手が実際右足でちょっとライナー気味のね、鋭いアリクロスを航空します。ここに飛び込んだのは途中出場熊代選手、見事に決めまして2対0ということですね。
素晴らしいです。そしてさらにですね、大本選手に対してメンバーチェンジは黒木選手がありました。まあね、大本選手ちょっと足をつっちゃったこともあったんですけどね。そして、石川選手に加えて東山選手で、この東山選手が入ったことによって、遠山選手がね中に来ます。遠山が中にセンターフォワードを移動して東山が右サイド、こういった形になるんですね。で、遠山選手やっぱりですね、右サイドでも非常に機能してましたし、真ん中もできるとね、非常にユーティリティの高いフォワードということでね、これからロアスには大きなプラスになることが分かりましたね。で、後半39分まで遠山選手プレーを続けまして、最後は遠山選手がアウトして、ここに大崎選手が入るということで、まあ、理想的なねメンバーチェンジができていったなと私は思いました。で、特にこの黒木選手、ね、がここに入ったことによってディフェンスの強度がすごく高まりましたね。ここに黒木選手を途中から入れられるというのも素晴らしいですね。これでそのまま失点することなくアウェーの熊本がホーム千葉からすると0対2点を取って無事に勝利を収めました。お見事でした。素晴らしい。で、これからねサマーブレイク中、夏の中断に入るんですけども、7月は試合ありません。次は8月3日ですね。で、現在ロアッソ熊本15位順位1つありました、上げました。勝ち点27、まだまだね目標の J1 昇格に手が届くプレーオフ圏内の6位まではね遠いんですけども、6位の仙台が今勝ち点38なんですね。で、1試合勝てば勝ち点3ですので、まあ、11ポイント差、つまりプロ野球に言うと3ゲーム差なんですね。で、このあと8月の対戦相手を見ると、8月3日にホームで栃木、それから11日にアウェーで大分、そして17日にまたホームで水戸、25日にアウェーでいわきと、まあ、栃木、大分、水戸、この辺りは順位も近いところですので絶対勝たなければなりません。そしてあの 6-0 でやられていわきですね、これアウェーで絶対リベンジしたい。ここをもし8月4連勝できればですね、あっという間にですねプレーオフ圏内に近づける、あるいは入れると思うんですね。そういったことが達成できるようにね、まあ、しばらくねしっかり心身ともリフレッシュして、また中断明け遠山選手も入りました。すごくいい流れが来てます。ロアッソ4連勝期待しましょうね。頑張れロアッソ。ではね、またこのチャンネルでお会いしましょう。しばらくお別れです。またね。